AD 2014年、地球上のすべての戦火が消えて10年、全世界の人々は平和な生活を謳歌していた。しかし人間の持つ闘争本能は消え失せたわけではなく、そのはけ口を求めて格闘技を楽しむ人々が増加していた。ベースボール、サッカーなどのスポーツ人口はすべて格闘技に奪われてしまい、スポーツといえば格闘技、しかも過激な格闘技であればあるほど人気を集めていた。その異常なまでの人気に応えるがごとく、限りなくエキサイトしてきた格闘技に歯止めをかけるため、世界格闘技連合は格闘技に厳しい規約を定めて統一化した。その名もフルメタルバトル。鋼鉄のスーツを身にまとい、激しい組み手をする格闘技である。鋼鉄製のスーツはバトルスーツと呼ばれ、身につける者の精神力を吸収し、運動能力の増強、センサー機器による知覚の補助、ミサイル兵器での遠距離攻撃など、数々の能力を持った無敵の鎧である。そのバトルスーツを装着する人間は男性よりも精神力の強い女性が、それも精神力の旺盛な時期の若い女性が最も適していた。フルメタルバトルは毎年世界大会が開かれ、その盛況ぶりは衰退したオリンピックの日ではなかった。しかし全日本チームは大会始まって以来一度もゴールドメダルを手にしたことはなかった。